はいどうも皆さんお疲れ様です。マッピーです。今回はオルスティン使います。シェイド、この絵とともに実装された身長ゴマの一角ですね。でこの見た目から察するにノイレと同じ絵師さんかと思われます。だからこの独特の血色といい、髪のテカテカ感といい、非常にかっこいいですね。てかなんかテカテカ感って言い方良くないな、ツヤツヤ感とでも言っておきましょうか。でもなんかこの髪の毛の感じ、間違いないですね。これジェルワックスで頭固めてますね。私高校生の時にジェルワックス使ってたので分かるんですよ。なんか髪の毛ね、ちょっとテカってなんかテカテカ、なんかツヤツヤっていうか、そんな感じがするんですよね。多分ジェルワックス使ってます。そのジェルワックスオルスティンを、今回使っていくんですけれども、性能を見ていきたいと思います。まずステータスが優秀ですね。 HP が2700超えてるんですよ。神のエスゴマっていうのがだいたい HP っていうのが2400から2600あたりが平均的なんですが、2700超えてて、これアタックもね930ということで倍数よりも低いんですよ。でスキルがシールドでコンボスキルが特殊ダメージなので、なんかこうバイセよりもアタックしたというところも相まって、なんか使い勝手としてはアイドルアンナプールナみたいな感じですね。アイドルアンナプールナが S になってめちゃくちゃ強くなったっていう感じがします。はい、ということでまずステータスが優秀で、この次にねスキルを紹介したいなと思います。場面で表になっている1ターンの間受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを 10% にします。でコンボスキルが盤面に自分の神ゴマが2枚以上あるときに発動できて、自分のキャラゴマ1体につき、盤面にある自分のキャラゴマですね、1体につき800の特殊ダメージ、最大で5000与えることができます。これね、自分のってのが地味に強いんですよ。相手に依存しないんですね。なんでリューパー相手とかでもこう自分のキャラゴマを揃えることができれば特殊ダメージ出せると。だからリューパー相手ってね、なんかこうコンボスキル警戒で相手のコマ返したいじゃないですか。でも返したら、この相手のキャラゴマだったら相手のコマ返すとこのコンボスキル弱くなるんですが、そんなこともないので非常に強いと思います。でこのスキルも貫通さえされなければもう最強の防御スキルですね。一応なんだっけな、新神アクリルが、通常攻撃と特殊ダメージ 5% にするっていうね、とんでもないスキルなんですが、あっちは次元なんで、そこに比べると、すぐ使えるっていうのはいいのかなと思います。でこの就職先というか、こいつを使うのであれば代償とか、その神駒が多いデッキになるのかなということで、刺さる相手も代償とか、あとマネッキ相手でもね、なんか終盤のルクスリエとか、あとそうサタンなんかを、特殊ダメージめちゃくちゃカットすることができるということで、非常に強いと思います。でなんかこのポージングというか、あとシールドのこのカチカチ感というか、これね今回のデッキ名カッチカチアドにしてるんですけど、ザブングル加藤みたいですね。懐かしいな。11年前ぐらいに流行ったね、カッチカチやぞ、ゾクゾクするやろっていうセリフがあるんですが、もし気になる方がいらっしゃれば、Google でカッチカチやぞで調べてみてください。そんなオルスティンを今回使っていきます。で、今回使っていくのは、ヘイランリーダーの毒耐久デッキ。このヘイランを変置きして、終盤オルスティンで守っていこうという感じですね。で、ブランジェッタなんかも入れてるので、オルスティンとの相性がいいです。ブランジェッタでゾロバを召喚して、オルスティンのコンボスキルの火力を高めていくということで、ただブランジェッタとかヘイランを置いてたらね、神駒を置くことを考えないといけないので、コンボスキルの発動条件を、満たせるかどうかっていうのは私の腕にかかっております。そこはね大丈夫だと思うので、頑張っていこうかなと思います。ということでちょっと前置きが長くなってしまったんですが、今回はこのデッキで遊んでいきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。おいおい、しょっぱなからリューパーですか。しかもリューマスあるな、これ。どうする？ここリューマスに寄せられますね。あ、でもオルスティン引いた。よしよし。しかもデバフスキルも引いてる。なんとかなるか、なんとかなってほしいな。貫通されたらもうおしまいだけどね。おしまいというかおしまいレベルではあるけど。オルスティンの発動ができるかどうかなんですよ。リュー相手に。神駒2枚用意しないといけない場面に。オルスティンを含めると、場面に1枚用意してオルスティン出しててみたいな感じなんですけどね。どうしようかな、これ。これ縦取りで良さそうですね。ヘラ縦取り。で、コンボスキルも狙っていこう。デバフも引いてって、相手乱体がないので、X 打つよりこっちの方が勝ち筋あると思います。アラジンとか見てね。やめろ。OK。あ、いや、強いな、おい。強いな、おい。まあ、頑張ろう。で、これは、デバフ打つんですが、いや、でも打ちましょう。大丈夫です。ここでがっつり削って、乱体のコンボはそんなに強くないはずなので、その辺の倍率を下げれば大丈夫ですね。まだいけます。さあ、ここデバフ効いてるからそんな火力出ないと思いたいが、おっと、さっきのターンで嵐打たなかったのか。ああ、なるほど、これダブコン狙うっていうのが相手の狙いだったのか。しかしで2分の1なんで、そうそうね、
発動しないですよ。大丈夫大丈夫。いらっしゃいませ。で、次 C6 に来るんだよな。どうしようかな。ヘイラン取られるので、F4 にメルノガイス打って、オルスティンのスキル発動を狙う形を作りたいですね。コンボスキルの。まあ、それでいいかな。で、C6 に取るのであれば、相手コンボスキルが発動しないという状況になるんですよ。もしくは D5 とかで取ってくるんですが、D5 に取るのであれば、オルスティンで C6 に打って、コンボを狙えるので、なんとか、頑張りたい。で、できればここで貫通切ってほしいが、まあまあいい、OKOKOK。いや、全然いいですよ。こっちの HP が残るので、これこれで OK です。で、ここ左上 X とか打ちたいですね。あ、リッチで、いいですね。行きましょう。よしよしよし。うん、いい状況ですよ、これ。相手の HP も相当削れてて、最悪オルスティンがある。まあ、貫通されてしまってはしょうがないんですが、多分これ D5 に来るので、おっと、そっちが、これは美味しい。これはどうしようかな。A3 打ったら、こいつですね、アラジンランプが発動するので、いや、ただアラジンランプ打たれた後に、飛ばせるだけの HP を作れば問題、いや、その削りを作れば問題ないので、ここオルスティン打っていいですね。よしよしよし。アラジンランプのコンボを使う場合、オルスティンかあのメルノガイスのコンボスキルを相手はこもることになります。なので貫通一発を打たせてテラナで唇さ、いや待って、ランタン引いた、止まった、これまずいんじゃないか、普通に飛ばされる気がする、ジェニーとか来たら。いやけど迷ってるってことは、さては貫通引いてないんじゃないですか。まだいけますよ、頑張れオルスティン、頑張れランベリー、オッケーオッケー、これはオルスティンのカットが強い。しかもメルノガイスも入るぞ。効かないね。よし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 。貫通いかれなくてよかった。助かった。まだいけるぞ。で、これはテラナ一択ですね。テラナで角取って火力出して次バイセル飛ばしましょう。テレレ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 メルノガイスのコンボスキル、 A4 に取る場合はオルスティンのコンボスキル、相手どこに取ってもコンボが厳しいですね。 F3 打ったらダブコン、うん、まあそっちがけん、まあ賢明ですね。そっちが一番火力出ないところですね、こちらにとっては。で、1800で打って2250、あ、 OKOKOK、 6515の、あ、いけますね、 OK、 6965出ます、これで勝ちですね。よいしょ、6965でしょ。オッケー、対戦ありがとうございました。まあこの貫通引かれなかったのが大きかった。まあ何にせよこのシールドの強いところが出ましたよ。貫通さえ引かれなければ強い。はい、対戦よろしくお願いします。ラン・リーダー HP は24643。なるほど、これは貫通量入ってますね、気をつけましょう。まあ本当に貫通だけが弱点だと思います、オルスティンは。まあなんとコンボスキルの発動条件とかその辺が厳しいんですけど、本当に貫通が天敵なんで頑張りましょうね。おっと、エンデがちゃんとプラス振ってますね。なんでこれ気をつけていきましょう。どうしたものか。回復後半に取っておきたいですよね。まあ、ザフキでいいか。3手目ザフキとかも強いんですが、まあ、3手目に置いて強い駒っていうのは、オーフェルとか受け持ちなんかもあるので、その辺引ければ大丈夫なんで、後半に向けてメルノガイスとか取っておきましょう。ゲットしてもね、そうだね。後半に取っとこう。で、右から2番目からエンデガだったっけ、ちゃんと見てなかった。レイネール、仮に右から2番目からエンデガが出てたとして、保持してる駒が2枚ある。ジェインとかあるかな。まあでもこれはヘイランで、よし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 。あと、うん、変置き駒、ブランジェッタとかアズとかも考えられますが、ビクトリア入ってる HP でもなさそうなので、うん、ブレスとか、なるほど。まあ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 、こういう風にね、相手の手駒少しずつ見ていこうね。いらっしゃい。アルカード。で、次ファネールとか打たれたらええですけど、まあこれもアルカード打っちゃいましょう。自分の HP があるうちに、しっかり火力出していきますよ。よしよし、いい毒だ。で、この相手の HP だったらゴリ押しも可能かなと思うんですが、まあ、ちょっと見ていこうか。初ハピ。ってことはファネールないのかな。まあまあまあ、なんとか乗るね。いらっしゃいませ。結構デバフされてる感じがしますが、こちらもデバフを切るわけにはいかない。ここはメルノガイス。相手が、
デバフランだとしても、まあまあまあ、普通に入ってくるんでね、夏ハピとか、プレスソーディアンとか、今後できる。デバフ中心っていうわけでもなさそう。ヒアソ入ってる HP じゃないですし、まあ大丈夫ですね。あ、ほんと、ちょっとデバフ中心じゃないですか。ちょっと、どうしてくれるんですか。赤っ端が書いたじゃないですか。許しませんね。これは、これ L でいいですよ。L を X にします。なんか、LX って、うん。アルファベットで、なんかそういう用語ありそうですね。いや、まあそんな話はどうでもいいや。さあ、場面に神駒も用意できましたし、オルスティンは後々強そうですよ。おっと。ハーピストですか。あー、待てよ。いや、けど、まだ大丈夫ですね。デバフも効いてるし、特殊カットもあるので、これは、あそこに打ちたいですね。どうしようかな。どっち打とう、これ F2 に当てましょう。で、次、オルスティン引いたら D2 に打てるんで、オルスティン D2 で圧力与えたいですね。そしたら、ハーピースのコンボスキルの特殊分は、オルスティンでカットできるんで、次のことを考えた打ち回しで、なんとか。罠ごま。まあ、この罠は別にいいかな。うん、まあでもデバフが効いてるから、なんとかなるかな。いらっしゃいませ。オルスティン引かないか。これは回復しましょう。回復。まあでもここに、こういう打ち方をすることによって、ハーピストのコンボを2枚返しに抑えることができます。あ、てか、この罠ごま、アタックちゃんと見てませんでしたね。まさかの B ごまですか。まあいいでしょう。よし、ドグって。で、これで、L 返されても、こちらのケットシーのコンボスキルが残る形を作ります。なんで相手、こちらを飛ばすのは難しいはず。おっと、ダブコン食らうんですか。勇気ありますね。どうしようかな。デバフしながら B4 で火力出してもいいな。まだ飛ばないので、C5 が、あ、でも C5 アンパイから、C5 ハラメ打って、デバフ効いてるから次飛ばないから、C5 ハラメ打ちましょう。よいしょ。ほい、ほいと。毒。いいですね。まあ、多分2手耐えられます。テラーナイトもありますし、相手がこちらを飛ばすのは相当難しいはず。大丈夫ですね。これで大丈夫です。相手のハーピスのコンボスキル、1枚返しになってるので、大して効きませんね。大丈夫ですね。さあ、相当考えてるな。S は何枚使った？ 2 枚か。ロスカとオルプネ。だから、ルキア。あ、ルキアでそこ、ちょっと繋げてくるか。これオルスティン引いたら神引きですね。バイセンを守ることができます。あ、受け持ち、そっちか。まあいいでしょう。これで、ハーピストのコンボ4枚返しにしてきたっていうのが相手の狙いなんで、まあ、これは C5 に打って、C6 か、C6 に打って、よしよしよし。さあ、着々と毒が迫っている。バイセ単体では飛ばすことができないので、あ、でもいけますね。L 消されたら、メルノガイスのコンボが刺さるので、いけそうですね。オルプネのコンボを使う場合は、E4 の場合だと、ケットシー繋がりますし、おっと。あ、なるほど。でもこれケットシー繋が、あ、でもケットシーのライフはこれ怪しいか。毒1200でしょ。消させます。352。277でしょ、うん。あ、まだ飛ばないかも。1200でしょ。ちょっと2000のライフバで4900出す必要がある。まだ飛ばないですね。まだ飛ばねえ。なんで、オールスティンこっち打ちましょう。打ち込みが甘いんですよ。これで大丈夫です。あ、待って、でもオルスティンのコンボスキル外させるんだったら A2 でよかったな。特殊カットあるからジェイン打たれても特殊分は全然問題ないので、 A2 でもよかったかも。で、 E4 のジェインとかは確実に耐えれるんで、おっと。フィリウス。あ、これちょっと待ってね。フィリウス15%。ちょっとですね、これ。ちょっとですよ。あ、ただ E1 打てばいいですね、これ。ちょっと。何オルスティンと同じようなことしてるんですか。まあいいでしょう。あ、しかもこれでオルスティンのコンボスキル確定発動ですよ。これで問題ないですね。S4 枚打った。あ、でも B5 枚入ってるから S5 か。もう1枚あるな。で、こいつのコンボ、あ、待って、1.5 枚。あ、大丈夫ですね。テラ打ってるから大丈夫。ちょっと。びっくりしましたよ。フィリウス、レジストの方かと思ったんですが、まさかの特殊ですか。
あ、でもこれオルスティンのコンボ強いですね。4800出せます。よし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 、これで勝ちですね。危ない危ない。 A2 にオルスティン取らなくて正解だったかもしれませんね。こんなの来ると思わなかったのでまあまあまあ勝ちですということで、勝ちなんで、まあいいでしょう。再生ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。来ましたね、神タン。これはオルスティンの独壇場。え、待って、 HP 低くない？これ神タン偽装してない？やばい、怖い、待った、怖いぞ。あ、それかあれ、ちょっと待って、 S8 とかそういうド変態構築ある、やめて、怖い。いやけど大丈夫ですね、大丈夫。あのオルスティンもあるし、これ初手フレイヤーとか、あ、ガラム、あ、待って、でも初手ガラム B 切ってきたってことはマジでこれ S めっちゃ入ってるやつじゃないの。え、でもフィニッシュには困らなそうなんで、これもバイト切っちゃっていい。よしよし、テラナとかメルノガイスをしっかり握って後半で相手の火力を押しつぶしていけば大丈夫ですね。いけるいけるいける。ブレスド、あ、でもエゴマも入ってるのか。え、でもなんだよ、 HP が本当に不自然だぞこれ。200じゃないのか。いや、なわけないな。なんかあの、うん、大丈夫。これは200ですね。いや、200ですっていうか、その200じゃないってことは多分ない。うん、待って、これそこにソーディアンか。不気味に握ってるか。さては不気味か。まあ、左下 X にあれかな、あのファヌエルとか来たら嫌ですけど、いや、まあ、ここだな。あー、これ悩みどころ。あ、これブラジャでいいですね。ブラジャ打って2手先で F2 に当てて左 X 打ちましょう。で、L も打ちたいんで、2手先で右上の F2 にテラナ当てて、うん、それでいいですね。あ、そっちか。じゃあ話変わるな。まあまあいいや。夏ハピ持ってきたと。うん、まあこれは神 L でいいですね。お、オルスティンいた。よしよしよし。で、しかも、そっちに取ってくれるんだったら、あいつ、ヘイランのコンボスキルなんかも当たって狙えるんで、いいですね。よしよしよし。ファネル来る？いや、ファネルだったら、ヘダシ X とか。多分ないな。アラク。まあまあ、デバフ効いてるから、多少問題ないです。うん。で、ここ大事ですよ。ブランジェッタ、発動手前。あ、でも E4 打たれたら結局ブランジェッタの毒受けられるから、もうこれ B4 でいいですね。これ B4 でいいです。うん、もう消されていい。どうせ D に打っても E4 打たれて、あのブランジェッタの毒消されるのが関の山なんで、これこっち打っちゃって、次 F に当ててオルスティン左上 X でフィニッシュ狙いましょう。これでいい。まあ、相手の HP そんなにないので大丈夫です。多分これ調整ガチ勢なんかな、ちょっとアタックちゃんと見てなかったからあれなんですけど、プティ調整とかガチ勢でやってるタイプかなと思うんで大丈夫です。はいはいはい。で、これ A2 に、ここでメルノガイス打ちましょう。もう確実に相手の火力を削ぎ落として、よしよしよし。あ、でも S 飛んでこないな。なんか200じゃないのかな、わかんねえや。まあいいや。まあ、荒く切ったから左下 X にコンボ強いの打たれる、打たれたとしても問題ないかな。あ、ファネル来た。あ、そう来たか。この場合はね、ちょっと考えます。あ、どうしようかな。ちょっと賭けかな、あれだと。3分の1か。ちょっと賭けなんですけど、いっちゃおうかな。どうしようかな。いや、でもやりたいな、やりたい。せっかくだからやっちゃうか。やっちゃいます。いきます。これも D 値当てます。 D 値当てて、よいしょ。まあ、この賭け、大丈夫かな。呼ぶ位置当たらんやろ。 25% で勝てるんで大丈夫ですね。うん、あ、フェルフィティいた。待った、まあ、デバフ効いてるしなんとかなるかな。あ、オッケー。で、ここ頼むぞ。イーサー来んなよ。オッケー。いける。これ D2 にここでオルスティン当てて、オルスティンのコンボで勝ちですね。まあ、ダブコンとかも、でもオルスティンのあれだったら全然受けられるってことで、これ取らせて D2 にオルスティンでいいですね。よいしょ。これで相手オルスティン消せないんで、で、ここで、まあ、4分の1来たら嫌なんですけど、まあ、E4 とか打たれたらオルスティンのコンボ左上 X で倒せるんで、で、左 A3 取られても大丈夫で、まあ、右下 X が一番嫌かな。 E4 と多分大丈夫かな。うん、 OKOK 勝った。これは左上 X に打てるんで、これでオルスティンのカットがめちゃくちゃ強いと全然効かない。よし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 。
あれ自分の神駒キャラゴマ少なくないか。あでも左ウェックス大体コンボこいつしかおらんからいけるかな。あ待って計算していい。1100でしょ。800だった。3200の4300の5300。あいけるかな。ライフまで2000。あ7300かな。うん7300出る。勝った。危ねえ。よしよしよし。あっ危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっと焦った。相手の HP が低かったんでこの戦法が取れたんですけど、まあ普段はこんなことやらない。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。最後オルスティンをねあそこに置いてコンボスキルを狙うっていうちょっとねあの危険な一手を打ってみたんですが、まあ決まってよかったです。4分の1が2回当たらなければ、あのファネルのエスペランサのことですね、エスペランサが E3 に来なければ、あそこ確定でコンボスキル発動して、まあ、勝ちっていう状況を作ることが、まあ、できるっていう打ち方なので、まあ、ぜひ参考にしてみてください。まあ、基本的にね、あそこ B6 にファネル打たれたのでちょっとああいう風にやってみたんですけれども、左下 X のところに打たれた場合は F2 に当てて取らせて左上 X にオルスティンっていうのがね私の狙いだったんですが、 B6 に打たれたのでちょっとオルスティンのコンボスキルをどうしても発動してフィニッシュしたいっていう気持ちが出てしまって、まあ、C1 に打ってああいう打ち方をしてみたんですが、でもね、まあ、結構なんかその見せプレイっていうわけでもないんですけど、うん、あのジークリート4枚返しをあそこまで抑えてくれたりとか、あのオルスティンの強みは非常に出たのでいいんじゃないかなと思います。あそこね L の、C1 になってることによって神 L 消されたり、あんまりねいい一手ではないんですけど、まあ、正月ランリーダーと、フギムニとフェリプティのバフを加わった4枚返し荒くコンボジークフリートをあそこまで抑えることができるので、オルスティンの強みは出たのかなと。でコンボスキルも3200出すことができたので、強かったんじゃないかなと思います。ということでですね、まあ、ああいう打ち方もあるよっていうね、なんか、まあ、状況に応じてああいう打ち方をなんかその変えていったりとかするっていうのがベターなんですが、まあ、ああいうのもあるよっていうのだけ今回はあのレクチャーというか、まあ、知らない方のために、そういうのをねちょっと見せてみました。うん、もし参考になったという方がいらっしゃれば高評価よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、オルスティン強かったです。なんで皆さんもぜひ、当てた方オルスティン使ってみてください。でオルスティン持ってないという方は、超駒パレードで今開催中なので、多分この動画公開してる頃開催してるかな、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあ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 、あの超駒パレードということで毎月来るので、オルスティン欲しいなと思った方は毎月来る超駒パレードを回してぜひ当ててみてください。ということで今回この辺で終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。